ホラーゲーム羽生田村のモデルとなったハイソンでございます。サイレンやん、もうだってこれ見て、え、待って待って待って、お前うち見てた誰か、ふって待って、わかる、ふって覗いてきた、え、お前言うか、大輝が危ない気がする、大輝がマジでやばそう。現象いくつ起きたの、ここだけで。入り口で、あの、すべての新スポの恐怖を凌駕したから、うん。え、ちょっと待って、電信柱めっちゃ低ない？電柱なんかやばくね？前見て。え、どういうこと？急になんかやばい感出てね。え、急に今サイレンのあのゲームにぶち込まれた感がすごいね。本当はわかる、言ってることはわかる。ここからもうちょっと違いますみたいな、ちょっと現実っぽくない感じが。え、ここなんかやばくね？やばくなんかこっからこれマジやおかしいよ。え、これまずくない？京平さん、全然違う雰囲気がさっきとあっちとは。見て、これ変わって、何この道。ごめん、全然ピンと合わない。いざなわれすぎじゃない？あ、はい、もあった。まだ序の口だぜ、だって入り口にさ、だってね、多分俺ら、うん、ねえ、うわ、怖い、マジでもうほんと怖い。ピンと合ってないもんね。まだピンとね、飛ぶ、さっきから入ってない、立ってない。でも前回の鳥、前回とか、新スポイル、ピンと合わねえ。おいさっきこっちも合わない。そもそもさ、動画でさらっとだけ触れてたけどさ、うん、本当に新スポの時ノイズやばかったよ。あー、トンネルの時すごくない？あれはやばい。あれカメラ行かれたのかみたいな感じでみんなで会議したんですけど、うん、もう何もなかったね。他のメインの動画とかは何にもなってない、うん、だから出張ホラーナイトだけ、うん、ほぼ全部の動画でノイズが走りまくってるっていう。まだこの辺はね、安牌の道ですから。うん、まあ安牌ゾーンするよ、ここは。口を吹いたらいいのか、口笛離れるとこれ、普通に危ねえから。え、口を吹いた人も吹いてないよ。口笛そんな余裕ないです。口から聞こえた。やばい、怖い、怖いよ。ちょっと音くっついて行動しようぜ、マジで。離れるとこれ、普通に危ねえから。え、口を吹いた人も吹いてないよ。口笛そんな余裕ないです、僕ら。口から。なんでお前だけそんな聞こえた？そう、バッカだよ。だから言ったじゃん、俺父ここ来た瞬間やばい。確かにお前なんかめっちゃ嫌がった。やばいって、俺もなんか感じても、俺も本当にうまかったんだ。なんかあれも壊れ始まってね、始まってね、壊れた後じゃない？始まったわ。てか、あの上に走ってロープみたいな、何なのあれ？電柱なんじゃん。いや、緩みすぎでしょ。よし、え、電柱倒れてる、電柱倒れてる。待って待って待って、やべえ動きだ、待って。え、なんでなんで、どうやったこれ？なんでなんで、やばいやばい、何これ、え、怖い。めっちゃ、だって電柱があの折り方ってありえなくない？こんな倒れたらする、普通、電柱で。意味が分かんないもん。なんで周り木倒れるとかないじゃん。こっちもあるし、でこんな折り方するの？折り方がちょっとおかしいよ、こんなの。え、じゃあここやばくね、この折り方。そこ行ってんの？そうだよね。お前どこにびっくりした？怖いで、怖いで。家とかねえのかな、この辺。あ、左奥とかなんか、なんかまっすぐ、あれ違うのかな。うわ、ほんとだ、口笛した。したよな。した。今、ずっとしたよね。あっち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 。あっち。ずっとしたよね、今。え、俺来なかったよ。めっちゃ高い口笛。口笛なの？なんか笛ラムネみたいな音。うん、って感じか、じゃあ。うわ、あ、来る来る来る。え？骨も？骨も？うん。向こうから。え、ちょっと今したわ。会話中にしたわ、今。なんで俺だけ聞こえてないの？いや、ほんと近くで、この辺で。あっちあっち？うわ、あっちから来るの？嘘。あっちでしょ。向こうだよね、多分聞こえてもね。どうした？なんか悪い。何？ガラス。え？あれ何？え、しかもさ、なんか中濡れてる。なんか濡れてる。顔は全く濡れてない。ここだけなんか溜まってるね。なんで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 。本当かって。こんなことある。文字が見えてる。なんか刻まれてるんですよ、この位置だけ。ちょっと暗いぐらいが見やすい。なんで書いてある。なんだ。3月16とは見えるな。武士は真っ直ぐみたいな。え、そしたらそれ墓？なんか。カーに立ってるじゃん、お前ら言ってもらったの。え、いや、ないよ、そんな。だとしたら、この皿もちょっと納得いくかもしれない。存在もんだからっていう意味で。潰れた家だ。うん、ぺっしゃんこだ。超できる。
うわ、でっけ。うわ、超でかいよね。めちゃくちゃでかい。あれがもう、え、ちょっとやろう。え、こっちが小屋で向こうが家みたいな。そう、こっちが小屋で向こうが家。何？ちなんでいいですか。なんだ。ちょっと迷う。わ。うわ。やばい。これやばい、これやばい、これやばい。うわ、それはやばい。もう。どこも一個一個全然横に引こう。どんな街を。ね、不思議な茂ってくる。不気味すぎて、その情景が浮かばない、うん、その頃の。びっくりした。だとしたらさっきのやっぱ墓があった場所がある。だよね、そのぐらいな、うん。めちゃめちゃ、ほんとだ。めっちゃあるやん。めちゃくちゃあるやん。ちょっと待って。やばい。マジでめっちゃある。あるやん。わかるやん。数がおかしいって、墓の。奥にもめっちゃあるのよ。うん。この辺前かな、限界は。安らかにお眠りください。だからさ、この薪さ、こう集めてる感じが。待って一旦下だけ落としてる。そのままシェリモン探す。え、何怖いって。いや、もうマジで幕開けます、皆さん。え、殺してください。うん、はい、行きます。はい、こちら。うわちょっと待って、すいません。うわー、ちょっと鳥肌止まんね。うわー、鳥肌やべ。うわ、顔映ってない。それだね、多分。あ、これだ。ほら。ここに昔からいたお地蔵様が行方不明になりました。昔からあったお地蔵様で。手をつけると火傷すると言われました。火傷する。今まで何もありませんでしたが、その触りで25年8月に大火事になったのかもしれません。災難があると困るので、お地蔵様ぜひ元の場所へ帰ってきてください。意味わかんない。やばい。地蔵様に向けてメッセージしてる。え、一人でお地蔵様がいなくなったみたいな。いや、ここだけちょっとやばいよ。これマジでやばい。うわ、すっげえゾクゾクした。え、こんなの本当の世界にあるの？ね、話のやつでしょ、これ本地蔵が。要は正義の。うわ、で、なんか書いてあるんだよな。うん、これやぐい、これやぐいよ、絶対。特別なペットボトルみたいなのに水が入ってる。特別なペットボトル、なんか、まんじみたいなマークが同じだ。ペットボトルじゃない。なんだろう、この中の一体が行方不明になっちゃった。いるけどね、全部。ここにはいるね。もっと詰まってた。でも、この何コップみたいなやつが隣にあるんだけど、ね、1個余ってる。そう、数が足んない。あ、コップが7個あって。あ、ほんとだ。なんか、やっぱそういうことなんだ。バカ声。ちょっと待って、あんまり痛い。マジで鳥肌きついよ、これ。また、もうすぐ廃墟に。ガチサイレンエリア来たんだけど。何これ。これは何これ。これあれだよ、お前。恭平がさ、めちゃめちゃビビってたっすね、そっくり。ああ、ちっちゃい小屋に。そうだね。それだ。あ、ほんとだ。風呂や。このバスルームに入っいたんですよ、黒い影が。ガラスの感じがもうサイレンそのものなんだよ。うんうんうん。いや、こっちやばいよ。こっち何これマジで負けたらやばいです。これ絶対嫌だよ。最初はグッチャグッポイ。エースでしょ。よし。よし。最初はグッチャグッポイ。はい、リボン。はい。いってらっしゃい。15秒間ぐるぐるナイスショットで回り続けてくる。うわ、回るってしかも。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。怖い。怖い。大丈夫？え？怖い。嘘でしょ？あ、あ、浮き沈む！あ！マジで怖い。やべ。いや、待って、焦げてる。ほら、木。完全に焦げてる。焦げてるね。これも火事の跡だ。風呂場だね。やっぱり火事の痕跡がね、ちゃんと火事だったんだ。あ、またこういう火事。火事だ。でも全然硬いと思う。
ね、なんかそれちょっと怖いよ。意外と行ける？強度は強い。お、まあ一人ずつ。ちょっとグラグラしてる。本当だ。俺の体重でも支えないと全員いけるわ。ベストステージ見る。うーわ。前。急になんか竹になった。竹ね。竹になったよもう。竹になった。一番やばいやつ。薬師堂の巻きの時も竹じゃなかった。竹。そう。そう。竹のとこやばいやつあるよね。部屋があんの？やばい気がする、あそこに。待って、階段あるんだよ。あ、2階あるの？あ、2階あるね、あそこ。うわー、うわー、鳥居だって。うわ、もう絶対2階だってやばい。ダメでしょ。めっちゃあって焼き焦げてるもん。うわ、ねえ、父あるんですか。人形ってさ、やばい、なんだよ、なんだよ、なんだよ。ゾとかのレベルじゃない。それがおかしい。日本人形焼けてない。いや、もう、うわぁ、待って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 。